三宅由紀子は、日本の政治家。衆議院議員。祖父は、衆議院議員で、大臣、官房長官を歴任した、石田博秀で、父は、元外交官で、中央大学総合政策学部教授の三宅和助。外交官の父、三宅和助の赴任先である、アメリカ合衆国ワシントン DC で生まれる。なお、外交官の指定は、 出生地主義による国籍の取得はできないため、アメリカ国籍は取得していない。東方女子高等学校、玉川学園女子短期大学、教立女子大学文芸学部卒業。名前の由来は、誕生時に、雪が降っていたためとされる。1988年フジテレビジョン入社。営業局、報道局、国際局、CSR 推進室に勤務。 報道局では、経済部記者として、河瀬と株式を担当。フジテレビ社員の男性と結婚。2012年5月、シンガポールにて、国務大臣、マサゴスズルーキフリ、衆議院議員、戦国義と、田村健二、谷田川本らと2009年7月27日に、父と関係が深く、三宅自身も、 報道局時代に取材経験のあった民主党代表代行の小沢一郎から出馬要請を受け、フジテレビを休職。第45回衆議院議員総選挙に福田康夫の地盤である群馬4区からの立候補を表明した。衆議院選挙出馬に伴い父、三宅和介の知名度を優先し、旧姓の三宅姓を通称名として名乗る。 政治資金収支報告書の届け出は実名である、森安幸子。群馬4区は、三宅の祖父、石田博秀の秘書を務めた、中島正樹も立候補を希望していたが、祖父、石田博秀と親交のあった、小沢一郎の裁定により、祖父、石田博秀の名声と、父は助人脈を勘案するとともに、女性候補の方が票を集めるとの理由により、三宅を、 公認候補とした。前回の第四十四回衆議院議員総選挙で時点の民主党公認候補に約六万二千票差で圧勝した福田の得票数十万三千八百五十二票に得票数九万千九百四票で約一万二千票0秒及ばず落選した。その後、赤敗率八八十点四パーセントで重複立候補していた比例北関東ブロックから 復活当選した。2011年6月2日の衆議院本会議で行われた、官内閣不信任決議案の採決では、党の反対方針に反して棄権したが、三宅は、医師の診断書を提出していたため、不問に付された。2012年1月22日に、自身のツイッターで、民主党の電気料金値下げ対副隊長に就任したことを公表。 同年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、党候補副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には、 山岡健次らを介して、離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。国民の生活が第一では、選挙対策委員会の副委員長に就任する。 同年11月16日、第46回衆議院議員総選挙において、群馬4区から、当時の内閣総理大臣である、野田義彦が地盤とする、千葉4区への国替えが発表され、三宅は、4区の皆様には、申し訳ないが、首相と戦えという命を受けたとコメントした。12月16日の、第46回衆議院議員総選挙においては、 得票数28,187票で当選した野田の得票数163,334票に13万5,000票差をつけられ、比例復活もならず落選した。2013年7月、第23回参議院議員通常選挙で、生活の党公認候補として参議院比例区から立候補したが、党として議席が獲得できず落選した。 2015年4月、投資自者を名乗る人物から、悪質な嫌がらせと、党幹部の対応を理由に、生活の党を離党した。なお、悪質な嫌がらせをしたとされる人物により、名誉毀損罪で、刑事告訴され、2016年6月に、埼玉地方検察庁に、書類送検され、基礎猶予処分となった。落選後も、政治資金規正法に基づく、 政治資金管理団体のアジア政経フォーラムを維持し、その代表として政治活動を続けていた。2019年に7月に日刊現代に自らの記事、高齢者はなぜネトウヨにはまるのかが連載されたことを、機に自身の肩書きをルポライターとした。2019年12月30日から行方不明となり、家族が創作願いを出していた。 2020年1月2日、東京湾岸署が大田区城南島の海岸において、三宅の遺体を発見した。受水自殺と見られている。54歳没。2013年4月21日、東京都渋谷区での街頭演説にて、ありがとうございます。